こんな感じで、ほら、可愛くない？バラ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 っと描けるんですよ。アルコール、アルコール、私は元気。どうも、料理のりさりゅうじです。今回はですね、早いもので4本目の撮影になってしまいました。9割ぐらい、ダメです。なんですけど、こんなダメ人間でもできるですね、快適料理。カップスープ豆腐ぐらいだ。ほんまでっか TV でね、いつも僕が地上波で隠してる、このチャンネルでの僕の悪態が、ブラマヨの小杉さんによってバラされてしまったというそんな感じですね。今回はですね、僕がでっかい TV でスタジオでみんなに食べていただいたんですが、めちゃめちゃうまいでした。クロールのカップスープを使ったポタージュを使った豆腐で作るグラタン、めちゃめちゃ簡単なんですから、待ってください。リュウジのバズレシピ。はい、それではやっていきたいと思います。まずですね、このトロトロポタージュ、クノールのやつでございます。まあコーンスープでちょっと甘めになりますけど、コーンスープでもできるし、かぼちゃのポタージュとか、エビのビスクとか、チーズポタージュスープとかでもできますし、まあ、お好みのもので作っていただくと味も違ってくるんで、全然それでいいと思います。豆腐がこれね、コンビニとかで売ってる 150g のパックね。で1個です。チーズが、まあ、大体 30g、40g とか、まあこれはお好みでいいです。ベーコン、30g ぐらいかな、これ。これだけ。じゃあ、最初く、でですね、やっていきたいんです。これは本当に簡単なんですよ。水ベーコンだとちぎって大丈夫ですから、包丁も使わない感じで大丈夫です。ございます。太いやつで作るんだったら、こうやって千切りにした方がいいかな。味を、こう、なじませる感じでね。ポタージュを入れるんですよ。ドーンと入れて、豆腐とポタージュスープが合わさる。これがね、ホワイトソース代わりになるんです。ベーコンもバーって入れちゃって、ガッシャガシャ混ぜるわけです。ガッシャガシャ。何がいいかっていうと、豆腐を使ってて、マカロニとか使ってないから、バルティ、野生グラタンでございます。で、これぐらいぐちゃぐちゃするじゃないですか。移します。こうやって移しますよ。豆腐って結構水分ありますから、これを焼くことによって、なんとね、グラタンになっちゃう。ここに、バザッとやる。あ、結構ね、埋まりますよ、これね。こんな感じで、ほら、可愛くない？可愛くない？可愛くない？キュンです。最近覚えた。はい、これを、温度どうさ ?8 分です。200度？ 200 度で8分です。200度で8分。8分の間を僕、飲み続けます。ということで、チーンってなりました。チーンってなったとこ、みんな見てないよね。今やります。こんな感じになったら、これ熱いから寄せる。これバトン。バトンで、ね、見たんだ。整理をね、ちょっとこう、パラ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 とかけるんですよ。なんだっけこれ。カップスープ豆腐グラタンの完成です。では、できました。取っていただきます。ない。これは豆腐グラタンを生贄にし、ギネスを召喚。プレイヤーにダイレクトアタック。グラタンありますよ、これ。糖質の低いものを食べるときは糖質が高いものを飲んでいいっていうことなんです。いただきます。うまっ。これさんまさんも言ってたけどね、ほぼグラタンですね。グラタンって言っていいって。グラタンです。これはうまいわ。クノールのこのポタージュがね、豆腐と絡まって、それでいて豆腐がね、すごく水分持ってるんで、一緒に焼いた時ものすごいとろみのあるホワイトソースみたいに化けるんですね。食べ応えのベーコンが入って、コクのあるチーズがさあったらさ、それはうまいよね。このままでもものすごい酒になります。だけど味が変わるじゃないでしょ。タバスコでしょうよ。タバスコでしょうが。タバスコの酸味と辛みが加わることによってギネスがギョンギョンギョン。マカロニじゃないから罪悪感が少ない。これツイッターとか YouTube ではカロリーが低い地味なレシピはバズったりとか再生数がいかないので、やらないです。なぜかというと再生されないから。こういうの集めたのは僕が本に出してるんで、みんなも食べたらいいよ。よろしくお願いします。ちょっと待って、大丈夫？尺大丈夫？尺大丈夫？これなんか3分動画とかな、TikTok みたいになんない？TikTok みたいになんない？大丈夫？ちょっと尺増やします。尺を増やすために飲みます。